バイオハザード、バイオハザード、生物、学的危害とは、有害な生物による危険性を言う。生物災害と訳して危険性による災害そのものを言うこともある。古典的には、病院や研究所の資料や廃棄物など、病原体を含有する危険物、病毒を移しやすい物質を指してきたが、20世紀末からは、雑草や害虫を強化しかねない。 農薬体性遺伝子や農薬内製遺伝子を有する遺伝子組み換え作物等もこの概念に含まれてきている遺伝子組み換え生物等。肝炎ウイルスや結核菌、エキノコックス、プリオンタンパク質といった病原体の培養物やその廃棄物、注射針等の医療廃棄物、生物兵器といった病原体等を含有する物質を総称して病毒を移しやすい物質という。 病原体とは感染症の原因物質のことであり、ウイルスや細菌、リケッチや、寄生虫、真菌、プリオンタンパク質等のうち、人畜に感染性を有し、その電波により、市民の生命や健康、畜産業に影響を与える恐れがあるものを指す。病毒を移しやすい物質は、過去に、幾多の事故や事件を引き起こしており、これが、バイオセーフティーの呼びかけや、 バイオセキュリティ上の規制につながっている。世界保健機関2004年は、風実験室バイオセーフティシンを示すなどして、感染防止、漏洩防止、バイオセーフティを呼びかけている。輸送にあっては、国際連合が、国際連合危険物輸送勧告により、感染性廃棄物を含めて、第6.2類危険物、病毒を移しやすい物質、 インフェクショスサブステンセス UN281429003373291 としてバイオセキュリティに配慮するよう勧告している。これらを受け、日本では特定病原体等などを含有する物質は感染症法、家畜伝染病予防法、感染性廃棄物は廃棄物処理法等、輸送にあっては危険物船舶運送及び、 貯蔵規則及び航空法試行規則による規制がなされるに至っている。バイオハザードの歴史は、1876年、ロベルト・コッホが炭素菌の純粋培養に成功したことに始まる。これ以降、注射針、針刺し事故やピペット、菌液を吸い上げる際の誤飲を介して、チフス菌、ブルセラ菌、破傷風菌、コレラ菌、ジフテリア菌と実験室感染が 毎年のように相次ぐこととなる。20世紀半ばに至ると、米ソ連戦により、生物兵器研究が活発化し、生物兵器研究者をバイオハザードから守るべく、軍事研究において、バイオセーフティが発達することとなった。民間においては1967年8月、西ドイツのマールブルグにおいて、ウガンダのアフリカミドリザルを解剖中、マールブルグ病に感染。 7名の死者が出る惨事があり、これを契機に民間にもバイオセーフティの必要性が認知されることとなった。しかしこの後もバイオハザードによる感染事故は相次いだ。1978年、英国バーミンガム大学において天然痘ウイルスがエアロゾルとなって空調に漏洩して、島内感染、2名の死者、感染したバーミンガム大学技術者、ジャネット・パーカーと、 ウイルスを漏洩させ自殺した天然と世界的権威ヘンリー・ベドソンを出した。そして1979年には炭素菌が旧ソレンスベルドロフスクの生物兵器研究所から市外に漏洩し96名が感染66名が死亡するという大惨事が発生した。過失による事故が多発する一方20世紀末には恋による事件が発生し始める。日本では オウム心理教が1990年にボツリヌス菌の大量散布を試み、1993年には炭素菌の大量散布を試みたが、亀井戸一周事件いずれも失敗に終わった。米国では2001年、炭素菌の入った手紙が、米国の報道機関や議員宛に送り付けられ、22名が感染、うち5名が死亡した、アメリカ炭素菌事件。 遺伝子組み換え生物の危険性は1974年、ポールバーグによるベルグ書簡等で指摘され、サイエンス史等でその検討が呼びかけられた。発言遺伝子が大腸菌に入ると危険かもしれないという指摘であった。遺伝子組み換えは原子力事故と同じような危険性をはらんでおり、アシロマ会議ではどのようにすれば研究を安全に行えるかが話し合われた。 この結果を受け、日本では、組み替え DNA 実験指針が取りまとめられた。以来、遺伝子組み替え生物等のバイオハザードについてはこの、組み替え DNA 実験指針をもって、安全管理が呼びかけられていたが、2004年に遺伝子、組み替え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、通称、カルタヘナ法が施行されてからは、 罰則のついた法的な規制が敷かれている。前日の通り、実験室や輸送容器等からバイオハザード物質が漏洩すると、甚大な被害に至ることがある。これを防ぐために施される拡散防止措置を封じ込めと呼ぶ。取扱い生物を列挙し、感染症法や世界保健機関等の示す指針に、従って、等級、リスクグループを割り出し、必要な管理等級、 X 種病原体等取扱施設 BSLX、PX BS 等を決定、推奨事項の履行を検討し、実験室を設計、従業員に作業、運営に関する教育を施す。実験室の設計等にあっては、感染症法の特定病原体等、取扱施設要件やカルタヘナ法の規定の定める防犯、バイオセキュリティにも配慮が必要である。 バイオハザード物質の漏洩を物理的に防ぐことを物理的封じ込めという。具体的には、サーツの確保や滅菌器の設置、行為、手洗い、マスクの着用などである。バイオハザード物質を危険度により分類し、それぞれに必要な拡散防止措置を定める。より危険なバイオハザード物質を扱う部屋ほど、多くの対策が必要となる。世界保健機関。 2004年は、リスクグループの設定基準は示しているが、具体的にどの生物が、どの等級に属するかは示していない。日本の法令では、感染症法で特定病原体等が指定され、また危険物船舶運送及び、貯蔵規則、航空法施行規則が準拠する、国際連合危険物輸送勧告により、指定感染性物質が定められている。これに準拠した上、 家畜伝染病予防法の法定伝染病、届け出伝染病、植物防疫法の指定有害動植物、国立感染症研究所、2010年や日本、細菌学会、2008年の規定、指針などを参考に、法定外のバイオハザード物質についても、リスクグループを各国、地域で指定、策定する。日本における病原体等のリスク指定としては、 国立感染症研究所2010年と日本細菌学会2008年によるものがある。日本における法定分類は感染症法と国際連合危険物輸送勧告である。感染症法では生物テロに使用される恐れのある病原体等であって国民の生命及び健康に影響を与える恐れがある感染症の病原体等が 特定病原体等に指定されている。輸送にあっては、蒸気特定病原体等のほか、国際連合危険物輸送勧告に定められた、病毒を移しやすい物質を輸送する際は、危険物船舶運送及び、貯蔵規則、航空法施行規則に従って、放送、輸送しなければならない。日本において、法的要件として準拠しなければならないのは、 感染症法の特定病原体等、取扱施設の施設要件と、国際連合危険物輸送勧告に準拠した、危険物船舶運送及び、貯蔵規則、航空法施行規則の放送要件、遺伝子組み換えにあっては加えて、カルタヘナ法の拡散防止措置要件の3要件となる。施設要件と放送要件の決定に必要な、病原体等の分類は可表にまとめた。 カルタヘナ法の拡散防止措置要件の決定に必要な微生物等の分類表は研究に首相令に基づき認定宿主ビクター系等を定める告示を参照されたい。以上の法的分類に該当する病原体等を含有する病毒を移しやすい物質は法律に基づく施設要件等を満たさなければならない。その他の病原体等にあっては 従来通りバイオセーフティーレベルに基づく管理を行う。バイオハザード物質の開封、操作は専用の実験室が必要となる。二種病原体等であれば二種病原体等、取扱施設でクラス3の遺伝子組み換え動物であれば P3AC 区画で等、扱う生物の危険度に対応する管理等級の実験室で開封、操作する。 病毒を移しやすい物質は特定病原体等、取扱施設、4種病原体等取扱施設1種病原体等取扱施設、バイオセーフティーレベル、BSL1BSL4、遺伝子組み換え生物は、PHP4、微生物、LSCLS1LS2、微生物大量培養、特定飼育区画、PHAP3A、動物、特定毛質、 p1pp3p、P 植物といった管理等級である。なお、上表において、横の列は同等ではない。例えば、BSL2 と見種病原体等を取り扱い施設では、要件が異なるし、対象とする生物の基準も異なる。病毒を移しやすい物質については、世界保健機関2004年の実験室バイオセーフティ出身、特定病原体等については、 厚生労働省の感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について遺伝子組み換え生物については環境省の日本版バイオセーフティクリアリングハウス JBCH が参考になる補足資料。またバイオセーフティレベルは法的要件ではないが特定病原体等の取扱施設要件は感染症法の定める義務であり PX 等遺伝子組み換え生物の拡散防止措置はカルタヘナ法の定める義務であり、輸送用指定はいずれも航空法と危険物船舶運送及び貯蔵規則の定める義務である。病毒を移しやすい物質を扱う上で、設備において万全を期すのが前提となる。中でも封じ込めのようとなる設備が安全キャビネットであり、 ほぼすべての特定病原体等の取扱い時に使用が義務付けられる。同様に部屋全体を陰圧に保つ差圧構造が特定病原体等取扱い施設には求められる。感染性廃棄物の処理には高圧蒸気滅菌機、オートクレイブが必須であるし、行為には全室が必要となる。手洗いを行った後に再汚染を防ぐため、 自動ドアや肘で開閉できるドアなどが要求される。取り扱う病毒を移しやすい物質の危険度によっては、退出時に防護服ごとシャワーを浴びる必要がある。どれだけの設備が必要となるかは、取り扱う病原体等とそれに対応する管理等級、X 種病原体等取り扱い施設、BSL3、P3P 等による。 世界保健機関2004年は約番12から66ページ参照を適切な箇所に表示を行い、入り時は行為を行い、室内ではマスクを着用し、汚染廃棄物は摂氏121度15分高圧蒸気滅菌等の除染してから搬出する。汚染資料の搬出時は、見え放送等、国連危険物輸送勧告に従った放送。 表示を施してから搬出する。金液をこぼすと、汚染が発生した場合は、ジア塩素酸ナトリウムや石炭酸によって除染を行う。排出時は手洗いを行う。これら主義による封じ込めのうちどれが必要となるかは、取り扱う特定病原体等の種別や、管理等級、バイオセーフティレベルによる。世界保健機関2004年和訳版第4部参照。 事前に教育訓練が必要である。白金耳や、コンラーチ棒、ガラスビーズ、ピペット等の実験操作時に病毒を移しやすい、物質のエアロゾルを吸い込んだり、口に飛び込んだりしての蛍光感染や、針刺し事故、動物による交渉や損傷、血液など病理学的資料からの感染、除染滅菌廃棄時の感染といったことがよくある、事故であり、特に教育すべき事故をとされる。 また、万が一の感染に備えて予防接種が推奨される。世界保健機関2004年17.139ページ目。資料採取は採血や解剖等となる。針刺し事故等、外傷に注意が必要であり、使用済み注射針を廃棄する際に蓋をする、リキャップと呼ばれる行為などは、過去の針刺し事故の大半を占めていたため、多くの施設が禁止するところである。 世界保健機関2004年18ページ目。バイオハザード物質の輸送にあっては、見え放送が必要となる、世界保健機関2008年7ページ目。見え放送とはすなわち、試験管やシャーレ等の一時容器、機密性の二次容器、衝撃から守るための堅固な箱等の外装容器である。一時容器と二次容器の間には、一時容器が破損した場合に備えて、 液体媒置や、溶融観点を吸い尽くすための吸収剤を挟む。見え放送の容器には、国連の規格が存在し、5000から1万5000円ほどで購入できる。このように放送した上、国連の規格に従って、各種表示を施す。特定病原体等の輸送容器には、バイオハザードマーク、標識を表示しなければならない。厚生労働省2010年感染症法。 施行規則、特定病原体等でなくとも、国連危険物輸送勧告の対象であれば表示が必要となる。国連指定の放送様式には、P620、P650、P621、P904 の4種がある。全3者は病毒を移しやすい物質の包装様式で、P620 は危険な A 種、人感染性、UN2814。 動物感染性、UN2900 の放送様式、P650 は B 種、危険度中、UN3373 の放送様式、P621 は、医療廃棄物、B 種相当、UN3291 の放送様式である。後者の P904 は、遺伝子組み換え生物、UN3245 の放送様式である。法的には、 危険物船舶運送及び、貯蔵規則、航空法施行規則、国際連合危険物輸送勧告に基づき、三重放送や、バイオハザードマークの重複が求められる。また、徐々にあっては、公安委員会への届け出や許可が必要である、国会2008年第56条の27。具体的な輸送方法については、厚生労働省の 特定病原体等の安全運搬マニュアルや世界保健機関2008年感染性物質の輸送規則に関するガイダンスがある宅配便原表の書き方など実務的な内容にまで踏み込んだ解説は結核予防会結核研究所鉱山菌レファレンスセンターによる結核菌鉱山菌の具体的な輸送方法に関する解説に見ることができる 感染性廃棄物の処理にあっては、実験施設内での除染、滅菌を行ってから排出すること、張り差し事故の内容を表示、分別を行うこと、固体、液体、鋭利物、非感染性廃棄物の4種等等に注意が必要である。日本における処理にあっては、環境省2004年のマニュアルが参考になる。感染性廃棄物には、 感染性廃棄物である胸と取り扱う際に注意すべき事項を表示することが必要とされており、環境省2004年17ページ目、数に示す標識が推奨されている。形状により、色分けを行うことが推奨されており、血液等液状物は赤色、ガーゼ等固形物は大々色、注射針等鋭利の,のは黄色となる。黒のみで色分けしない場合は、 文字で形状を表示することとされる。含有される、生物等の種が不明である場合は、推定される、種のリスクグループを準用し、最低でも BSL2 の物理的封じ込めは施す。世界保健機関2004年8ページ目。特定病原体等取扱施設の施設要件に、関しては、感染症法、例、規則、告示等を参照されたい。ここでは、 特定病原体等以外の取扱施設のため、日本細菌学会による取扱指針を示す、バイオセーフティレベル、BSL も参照。遺伝子組み換え生物等においては、生物学的封じ込めによっても、封じ込めを施すことができる。生物学的封じ込めとは、実験施設の外では生存、拡散できない宿主とベクターのみを使用するようにして、 一万一物理的に漏洩しても、危害を生じにくくする予防措置である。認定宿主ベクター系 B1 は、非認定宿主ベクター系に比べて安全な組み合わせ。特定認定宿主ベクター系 B2 は B1 よりも安全な組み合わせとされる。B2 の生物学的封じ込めの下では必要とされる、物理的封じ込めが一等級緩和され、逆に、 非認定宿主ベクター系を用いる場合は一水準、厳しい物理的封じ込め等級化で実験を行わなければならなくなる。バイオセーフティーが過失による公害を対象とするのに対して、バイオセキュリティーは故意による暴力を対象とする。バイオハザード物質は危険物であり、医薬用害毒物や爆発性危険物と同様、兵器、武器としての悪用が可能である。 禁酒の盗難や横流しを防止するための防犯対策をバイオセキュリティと呼ぶ。日本においては感染症法の特定病原体等に関する条文をもって、施錠管理や授受時の届け出等が義務付けられている。およそ特定病原体等は医薬用外毒物相当、それ以外のリスクグループ2から3にあたる病原体等は医薬用外劇物に相当する管理が求められる。 法的な詳細は感染症法の特定病原体等を推奨事項や背景知識等の詳細は世界保健機関の実験施設バイオセキュリティガイダンスに詳しいのでこちらを参照されたい国際機関政府機関その他楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。